見たか。なんでタッチしたじゃん。残念でした。俺の方が早かったもんね。絶対違う。なわけあるかよ。だってさ、天野くん、岸さん、せーの、やった、俺の勝ち。本数だけじゃん。ここが私の。じゃあ次な。またやってるよ。よ、お前らいつも一緒だな。そんなんじゃない。はるか、おやすみ。うん。なあ、お前ら喧嘩した？別に。寂しいね。ねえ、拓也くんってどんな人？さあ、もうあんまり喋んないから。変わっちゃったな。もう全然。変わらず数学ができない。人の気持ちが分かんない人には一生国語できないから。作者の気持ち、もうすぐだな。大丈夫だよ、私たちなら。あいつ引っ越すんだって知らなかったな。言わなくていいかなって。まあそっか、じゃあね。よ、では、はじめ。ねえ、拓也くんは将来どうするの？そう。気づいたの。自分はまだ何も知らないんだって。もっと知りたい。知らないままなんて、やだ。久しぶり、拓也。あのね、聞きたい問題が。なんだ、数学か？ルーサー。なあ、俺も聞いていい？え？ああ、なるほど、そういうことか。2年で大人になったね。次行くぞ。はーい。いい感じだな。うん、このまま最後まで。おやすみ。結局、拓也はどこに行くつもり？え？秘密。何よ、今さらの中でしょ。なんか、言いたくなくて。相変わらずね。別にいいだろ、そんなことは。ま、拓也、なんで？何か変わったら嫌なんだ。どこに行くとか、なんで頑張るとか、そんなのどうでもいい。だってみんな同じだろ。掴みたい。